ダイナミックス表現としてでもそれは使えるよ、うん、で声としても安定しやすくもなってくるよねみたいな。こんばんは、歌ラボの時間です。塾長須田ひと、りんちゃんです。よろしくお願いします。はい。はい。まあ、タイムを押してくれましたよ。はい。4月の11日でございますけども、はい、夏祭りがそろそろ。そうですね。行くんですか？特に今のとこ予定は。地元あるんですか？地元はもうなんか近くの公園ではやってるんですけど。ちっちゃい時行ったぐらい？ちっちゃい時に行ったぐらいです。祭りで一番好きな屋台みたいないの？なんだかんだ焼きそばっす。なんだかんだ焼きそばです。なんだかんだ焼きそばです。まあ、うまいよな。はい、うまいよな。まあ、それはいいんですよ。はい、今日はチャギ&アスカさん、ラブソング。うん、コンサートツアー2004年。2005ですね。ちょっと今回また発声にいろいろフォーカスしていこうと思って。うん、最近ちょっとピアノすら置いてなかったんで。そうです。もしこれまずいなって。はい、一旦こう。これはあかんわ、思って、うん。で、今日は、その何て言うの、喉の奥をこう鳴らすという共鳴の大切さみたいなのをちょっとやらせてもらおうかなと思って、うん、なんかね、このテイクの印象って結構小さいところから大きく開けていくダイナミックスが大きいみたいなテイクなんですよ、飛鳥さんが、うん、だからちょっとその辺ってじゃあ発声でどんな利点があるのとか、うん、まあ、そういうところちょっと言っていこうかなと思うんですけど、今日はだから喉の奥シリーズっていう感じだね、うんうん、でしかも何て言うかな、このダイナミックス表現としてでもそれは使えるよ、うん、で声としても安定しやすくもなってくるよねみたいな、まあ、先週に引き続きちょっと名曲シリーズでお届けしようかなと思ってますんで、よろしくお願いいたします、はい。抜群の安定感ですね、はい、シャゲさんといい、うん、どうですかこの年代の声は。まあ好きです。好きなんですよね、はい、ずっと、はい、まあ、90年代こう結構ビッグ音強いよねみたいな話してて、うん、まあ、割と何ですかね、この時の声ってこう口の中の共鳴強いんで、うん、で流行りに紛れてとかさ、はい、あんまり口開けないんですよ、うん、で安いのいいとかね、うん、これってねほんま難しいよね。口開けんと綺麗に発声するって実はすごく難しくて、腹式がちゃんとできてないとやっぱりならない声なんで、うん、こう安易にできないよね。喉の奥開いてないとダメなんで、うん、喉の奥開くってなんすか、なんすか、なんすか、なんすか。よくほらボイトレで言うやん、はい、喉開けてっていう、うん、はい、もうちょっと喉開いてとかでしょ、うん、何喉開くってっていう、なんかあります？まあなんか、まあ、単純にこう共鳴のこうなんていうんですかね、こうポイントを広げる、うん、と、あと息の通り道というかこう、そうやね、筒を大きくするってことだね、うん、じゃあ筒を大きくするところで大事な場所、うん、どうしたら筒が大きくなっていくのやろ、こう喋ってるよりもこう大きくしていくっていう、うん、なんかこう軟口蓋を上げるだとか。あ、そうやね、軟口蓋を上げるとか、あとは、うん、前変わらへんから、まあ、こう下を喉仏とかなんかこう、あ、引っ張ってあげないとか、そうやね、喉仏引っ張ってあげない、軟口蓋を上げる、うん、あとこれ舌根邪魔させないとか違う。あ、そうそう、でも近いけど、うん、喉頭蓋やね。あ、舌根、こう要は喉のベロのね、こうじゃない、喉頭蓋っていう蓋をここにいさせないことで、うん、こっちにちゃんと送ってあげると首の後ろがこう広がるんで、喉開きなさいってなるよね。じゃあよくほら言うじゃん、あくびするように声出そうねっていう、うん、あくびする時のイメージとして、ほんまはその3つ、はい、軟口蓋広げるとか、喉頭蓋をしっかりこう力まずにふっと前に持ってくるとか、喉仏をまあ下げるという表現が一番正しいのが、この3点がこうちゃんと揃ってないとダメよね、うん、でもみんなあくびのイメージってどうなんやろって、その3つ空いてんのかなって。まあ、なんか下のなんかこうイメージの方が強いかもしれない。あ、なんか上が浅い、うん、まあ確かにそうよね。じゃああくびの音って一回なんとなくしてみよう。あくびの音、あくび、あ
くびで、あーでちょっとあくびで取って、あでそれにちょっと出力下げていく、あ今やっぱこの辺はね、あーでしょ、これをってなったらこう通ってるやっぱ、あーはーやったら軟甲蓋は浅い音やから軟甲蓋上げるのが難しいよね。じゃあ軟甲蓋を上げよう、軟甲蓋ってねこの要は上顎のこの辺かな、うん、要はなんか車のトランク開けるような感覚なんですけど、うん、俺軟甲蓋上げるコツ、うん、なんでしょう、まあ、あくびっていうのはまず一つ大前提ですけど、はい、うん、あくびすることで何ていうかな、もうプラスアルファやったらあかんこと、上げにくくさせるもの、うん、何があると思う、軟甲蓋上げにくくさせる、そう軟甲蓋を上げるのをこう邪魔してくるやつがおるわけよ、こう、何やろ、こう開けたいやん、こう、はい、あーって開けたいけど、これに邪魔してくるやつがおるわけよ、舌根がついてくるってことですか、舌根がついてくるっていうか顎が下に落ちるって作業だね、あーって、あー軟甲蓋そこから上げられる、あーでしょ、はい、だから口を大きく開けるのって、うん、順番間違えたらもうそっから上手くなれへんのよね、うん、まずやっぱこっち開くのよ、こっちが開いて、はーって開いて、ここでキャッチできたら開いていっていいから、うん、はーってこっちで使うのは構わない、うん、要はなんでかって言ったら共鳴がここで乗ったからね、うん、これを大きく開けた方が大きい声出るって思うわけよ、うん、でもさっきのアスカさんのフレーズが聞いてたら喉の奥でほぼほぼ操作してるから、うん、口のダイナミックスっていう唇をグワッと開けていくのっていうのはもう大きくしたい時にしかやらない感覚はね、じゃあこれってフレーズやっぱ安定するやん、うん、でも逆に腹式が綺麗にできてなかったら、はい、喉の奥は開いてるけど言葉ってどうなると思う、腹式は綺麗に取れてないけど喉の奥は開いてるわけよ、やっぱこうその分ぼやけるとか、ぼやけるんですよ、だから喉の奥をしっかり開けて発音するっていうのがいかに難しいかってことだよね、うん、やっぱここがしっかり乗ってないと、うん、ってことなんですよ、でちょっと先週からちょっとピアノ置き出したから、はい、もう一回ちょっと発声のことやるかって思ったけども、はい、でやっぱりその先週に引き続きね、先週はほら声門加圧の話したじゃないですか、はい、じゃあ今日は喉の奥を開けようって話をしてます、ね、飛鳥さんこの時の時代ってあんまり口を先にカーン開かないから、うん、じゃあ喉の奥でしっかり作ってるということはさ、この2つ共通してるもんって何やと思う、喉の奥、今日のテーマと声門加圧、声門加圧のテーマとやっぱり共通するもんみたいな、うん、まあでも腹圧の安定、そうなんです、だから腹式呼吸が何が何でも一番大事ってことだよね、うん、やっぱりね、で胸式でじゃああかんのかいって話だけど、うん、あかんくはないよ、やけど守備範囲が狭すぎる、うん、あのプロスピとかパワープルで言ったらもう守備いいとか全然ダメです全然ダメやね、ね、もう GG さてとフライ落としてる北京の空でもうフライ落としてることになるよね、やっぱあれまずいねってなるんで、まずはやっぱりね、そのなんていうか自分の声のそのエリアっていうことを広げていかなあかんから、うん、広げるにはそんだけの要はエネルギーがいるってことなんで、やっぱり腹式がものすごく大事なんですよ、じゃあなんでボイストレーニングの教材で腹式が一番多いと思う、うん、まあそんだけ大事っていうことと、うん、はい、そんだけ難しいってことね、簡単にできるんやったら出回らないじゃん、うん、でもあんだけやっぱりボイストレーナーの人とかがこう教材として挙げてる一番多いのって俺腹式やと思ってるんで、うん、じゃあ腹式がなんでかやったらやっぱそんだけ難しいから、なぜかって見えないから、うん、体の位置が見えないし、でやっぱりボーカルしてると音に全部答え探そうっつうやん、はい、息に答え探してないじゃん本当は、だトレーニングの段階では声が答えじゃないのよ、うん、声はただの結果、うん、でもそれにいい息が入ったかっていうことがすごく大事なんで、やっぱりこうスーパーボーカリストと呼ばれる人たちっていうのは、うん、もう質のいい息がもうずっと供給されてるって感じがするから、でそれでその上に今日はちょっと声帯の調子悪いとか体調が悪いとかっていうのはなんか何でしょうね、その後に来てるもんであって、もう根っこの根っこっていうのは基本的には通ってるよねって俺は思うんで、腹式が一番やっぱり難しいんですよ、
ほんなら今日のテーマ、じゃあ腹式呼吸がやりましょうかみたいな話になってくるやんか、うん、ってなったら飛びすぎやねん。てかもうそれしてしまうと、はい、これ足りない、うんうん、時間が足りないから、はい、今日はそのいかにこの喉の奥をこう大事に開けて発声することが、はい、まあ、表現にもつながるし、安定させていくとか、その滑舌もよくさせていくとか、うん、まあ、そういうところにもこうなってくるのかなと思うんで、喉の奥をまず開けましょうって言った時に、やっぱりあくびのイメージが一番出回ってます。出回ってるんですけども、あくびが人によって違うね、やっぱり。わかる？はい、こう我慢してする人のあくびと豪快にするあくびがあるわけじゃん。俺は基本的には豪快にするあくびを基準にして考えた方がよくて、軟口が上げることと口の中の奥やね、喉頭蓋がしっかり前に来ることと、あとはやっぱ喉骨が上がってこないように首に力をかけないということが、実は共鳴が一番広いってことなんで、でまずここを作る、はい、で作って、あとは息の当たりは次考えようって話、もうそこまで考えたらこっちはなるんで、それで完成じゃないんですよ。息がどの角度で当てにいってるかっていうことが結構大事なんで、今日は喉の奥のシリーズでございますってなったら、はい、結構小さいところで鳴らすでしょ、うん、はい、A メロとかでもさ、意外とこれってキー感、まあ、高いやん、はい、男性ボーカルだったら高いでしょ、高ければ高いほど口開けたくなるから、うん、それを開けずとして、なんだろうな、トレーニングのタイミングでは腹話術みたいに歌う練習してみると、喉の奥が慣れへんかったら全部引っかかるから、うん、だからあんま開けない練習が一番いいんじゃないかなと思います、うん、ってなった時に、僕はやっぱり発声でよくやるのはムワーって声ね、ムワー、それをこれムワー、そうそう、これで開けていく練習、だから時間かけて取る練習を俺は結構大事だと思うんで、なんならここからさ、例えばってこう喉の後ろでずっとあーっていうような練習してるのかな、ワンツーサー、はい、あーでいこう、あーあら、まあ、今出てる、はい、止めてるってこと、はい、もう一度いきましょう、3、はい、うん、でそれで響きを一点に出せる、ほい、で慣れてきたらまただん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 口上げていく、上に、はい、上げていこう、3、はい、上げるって感じだよね。だからまず奥で作って上に開いていくってことが大事なんで、ここからちょっと見ていったらまだ分かると思うんで、ちょっと見ていきましょう、はい、今なんかうまいよね、僕のこの奥の使い方とかもう半端ないね。でそれを見ていたよとかめちゃめちゃ綺麗やんね。で例えばその生き様ぶったとかさ、はい、で最後のこの横になっての手とかね、ちょっともう今かけてみるけど、うん、はい、ね、でこの「て」って出すのと「うん、た」って抜くのと、やっぱこう飛鳥さんってなんていうかな、その息も操作めっちゃできる人やから、うん、これってだから「ひどいもんさ生きざまぶった」で「ウィスパーターナル」やんか、はい、ターナルって時にこれやっぱ息増やす人多いね、うん、で声帯開くだけっていうところを意識していかなきゃね。この圧は一定でかかってんねんけど、た、うん、だけハッって開く練習せなあかんから、例えば今サンド喉とか抜いてみるけど、あーあーあーっていうことやってるじゃん。これやってることで出力変えてんの、
って話よね、うん、だこれ質を変えずにやるってことね練習では、うん、ほんの安定するよね出力を大小させるからフレーズってばらつくんであって、うん、基本的には同じ出力の中で圧を上げるのか、うん、声帯をこう開けたり閉めたりするのかってことが大事なんで、うん、声帯のコントロールはちょっとまだ今度の回でやろうかなと思ってるんですよ、うん、今やるともうごっちゃになるでしょ、うん、今日はちょっと喉の奥をしっかり作ろうってことですだからしっかりこの中でまず音を生んでるんですよねこれってあーって こっからふわって作ってるだからイメージやっぱフェードかけていくような感じだよねあーいーうーへーおーみたいなほんならこのおーって強くなっていたこのストロークあるでしょ、うん、これが俺の言った先週の声門加圧がまた作用してくるわけよ、うん、ここにその加圧がガーって乗ってきたらグワーって声が伸びてくるんで、うんマスカさん用を使うよね逆になんていうかな宮本さんは声門加圧はかけてほいって感じやけど、うん、マスカさんは一回行ってもう一回来る感じやから、うん、なんかこうスライダー2回曲がってくるみたいな感じやねマスカさんって斉藤正樹みたいな感じ、うん、おー来たなーと思ったらもう一回キュンってかかってくるみたいなぐらいこの圧を2段階ぐらいでかけはるけど、うん、宮本さんやっぱ速いってイメージやから、うんなんかまっすらって感じじゃないシュッて曲がってくるから、うん、カットボールに近いようなねやっぱその声門加圧のかけ方されるねほんならチャゲさんどうなんだよおどんな感じですか今この話であチャゲさんの声みたいな一瞬かけて終わりかけてキープみたいなそうだからチャゲさんがやっぱカットボールみたいな、うん、そのうーってかけないのよね、うん、かけてそのままライン作るみたいな感覚やから、うん、めっちゃフレーズってなんかその直線で聞こえてくる時あるじゃん、うん、ハモってる時ってさ、うん、だハモってる時のチャゲさんの圧って宮本さんに近い部分があるけど、うん、チャゲさんがソロで歌ってる時はかけ方変わるよねやっぱり、うん、ちょっとこう粘っこく入れないでしょ、うんはい、あれはそのこの喉の開きからこの圧のかけていくっていうのはタイム感が俺は違うと思うんだよな、うん、うまいことやってるよね、うん、だから玉木さんとかも結構ハモってる時って玉木浩二の低音出てるけどなんかこうばらつきないやん、うん、あれは圧をピュッてかけてそのままフレーズ一発でいってると思うな、うん、でもやっぱソロで自分でリード取ってる時っていうのはもうそれを自在に変えてくるから、うん、でそれを変える理由ってやっぱりその言葉をどう伝えるかとか、うん、どう表現していくかってところで変わってくるのかなって思うからじゃあ2人が同じことやってもうたら聞きにくいと思うんだよ多分なそれがうまいことやってるよなってやっぱ思うからだからまあチャゲ恐るべしみたいな感じはやっぱりあるかな発声的にこう見させてもらった時になんだろうな言い方むずいけどこんなにこう無駄を作ってないハモリの声ってすごいなだからあんだけ無駄を削ぎ落としていくからこうハイトーンって多分作りやすくてでもやっぱりそのいろいろ圧を何だろうグッて途中でかけたりとか、うん、口をガッて開く癖つけてたら音域制限で出てくると思う、うん、でやっぱりばらつくと思うから、うん、ハーモニーの役割としてはやっぱりこう良くないんかなってやっぱり、まあ、表現はそういった方がいいそうそうそう、はい、だから俺がハモリで一番その何て言うかな表現豊かで分かりやすいのって奇跡の星なんよ、うんあれって自分らの歌い方やんもう、 もうそうそれお互いかお互いそうやんか、うん、でもやっぱりチャゲヤスで聞いた時に、うん、チャゲさんでめっちゃうまいから、うん、でもじゃあ奇跡の星あかんのかいって話になるけど、うん、でもあれは下ハモでハモってきててもすげえ声聞こえてくるみたいな音像が出てくるじゃない、うん、とか俺がなんかハモリの音でめっちゃおもろかったなって思ったんがあのチキンライスのマッキーのハモリなんよ、うん、ピッチ良すぎてハモ出てんのみたいなの聞こえてくる、うん、ハマちゃんがバラバラやから響き、はい、でもあれが人間味あっていいねんけど、うん、でも裏で撮ってるマッキーの響きが綺麗すぎて、うん、ちょっとおもろいっていうこれ多分おもろいと思う人多いと思うねんな、うん、歌えてる人間、うん、いや綺麗すぎるやろマッキーみたいなもうちょっと崩したれよとかさ、すごすぎてそうそうそうバチバチすぎてみたいな感じはあるんで、うん、だからその響き変えることとかそのなんか圧をこう
強弱させることがいいとか悪いではなくて、やっぱり練習段階で喉の奥を大きく使おうねとか、その腹圧をきれいに入れようねっていう時はまず一定の練習だけはしといた方がいいよね。だってさ、ウエイトやっとってさ、まあ例えば70キロのベンチプレスやるとします。でも2回目80やったら嫌やん、まあ、70で10回上げたい、で自分が疲れ果ててくるって感じやから、でもボーカルの楽器ってそれが操作できるんで、上げるたんびにやっぱウエイトが変わってしまうような練習してしまうと、自分のなんかこういいポジションが全く見つからないと思うんで、だからまあ一人で練習する時とかはまず一定に取る練習とか結構大事だと思うな。だ声の音像守れるやん、ここで、ここでずっと声出しとこうみたいな。でライブはもうそんなんもうどうでもいいんで、その時はもうほっといたらいいんで、やっぱ練習のタイミングでいかにその自分のセンターポジションをどの音域っても守れるかっていうところが結構大事。だからその守れてるっていう条件って喉開いてるとかやん、腹式が一定できてるよねっていうところになってくるんで、まあ、その辺がこう飛鳥さんってすごい応用力がすごい人、ぐわって圧力をもう一回上げれるけど、まあ、それがなんか芸術的な音に変わってるみたいな雰囲気かな。誰分からない人がやってしまってただうるさなるやんね、やっぱなんかこの辺が難しいかなと思うよね。で息を抜いたりとか強く歌ったりっていうのはもう表現なんで、でやっぱりその飛鳥さんの母音ってすごい綺麗に聞こえるじゃん、それなんでか言ったら喉の奥がやっぱずっと開いてるからやんな。これがずっと閉じたりしてしまうと母音はなくなっていくじゃん、やっぱり削れていくでしょ、ということはあんだけ綺麗に聞こえてくるっていうのはやっぱ喉の奥はずっと開いてる、で声帯でのコントロールがすごくうまいってことやね、やっぱりね。ここはハッて歌うしみたいな、ここはあって強く歌えるしみたいなのをコントロールできる強さかなと思いますけどね。今のサビ前とかもこうちっちゃいとこから上がっていくでしょ、ここよ、やっぱりもう息の閉じ込め力がすごいね、ね、圧あんだけ強いのに閉じ込めれるっていうのがすごくね、要はそのね、この空気が出ていくとそのもう息は抜けちゃうから、共鳴率としては下がってしまうんですけど、でも抜ければ抜けるほど喉に来るんだよね、それはやっぱ抜けないようにずっとこう我慢するみたいなさ、まあそれはもう強靭な腹圧ですよ、やっぱり。この年のテイクってやっぱりこうちっちゃとかいくでしょ、全部、こういきなり大きい口でいかないでしょ、それはやっぱり安定感も求めてると思う、多分ご自身の調子も良くないんやと思う、長い期間でもあの歌い方で取っていくと自分の中でそのあここまでこれやったら表現できてるかなみたいなラインが多分あるかもしれない、だからちょっと調子悪い時とか、なんだろう、高い音を挑む前とかいうのは、要はこうちょっとフェードしていくようにこう声出していく、うわーって出していくような感じでするといいかなみたいな、スッてドーンって出すと、無駄な音量が多い可能性が高いんで、結構慣れてない時っていうのはちょっとフェードをかけてあげるといいかなみたいな感じするよね、やばない、チャゲさん、あの上顎の響きの量やばくないっていう感じ。あの上顎の響きの量を作るコツは、息の速度、あ、息の速度も、まああるよね。喉は開いてるけど、口は開かない。下顎を使わないっていうところが、なんていうかな、シャープな響きを作れるよね、やっぱりね。こっちが開けば開くほどさ、息って回るじゃん、やっぱり。でも少なかったら、ペチンって入るから、あの響きって取りやすいと思うけど、でもあのキーに使いこなせる声帯を普通の人はあんま持ってないっていう感じなんじゃない？難しいですよ、男性でチャゲさんパートを完コピするのって、ちょっとなかなかおらんのちゃうの、ねえって感じぐらい、やっぱりなんだろう、もう無理した声もしてないよねって感じはするから、もう超一流の音の安定感なんじゃないの、安定しすぎて気づかないよね、凄さにね、もうファンは知ってるけどみたいな、
いや、なんか YouTube でたまにあるよ、あのチャゲさんパート用の動画みたいな。うん、そこだけは。たまおもろいからたまに見てんねんいや、むずいライン撮ってるよなとか思って、うん、すごいよあれ。ちょっとなんかね、あれ誰か勝手に上げてるやつか知らんけど、うん、あれいいよ。あ、マジですか。うん、ちょっと一回見ます。カンコピしてみてよ。カンコピ、チャゲさんパート。なかなか厳しいです。やっぱ楽器として出さないといけないですもんね、こう。うん、綺麗にほんまなってるなって思う。うん。なんか上物の楽器の音するよね、うん、ギターとかさ、うん、鍵盤系の、決してそのベースとかいう感じの、うん、だからバイオンハーモニーじゃないというか、ね、上物のこうバイオンハーモニーをお持ちよね、やっぱりね。いやー、すごいな、すごいね。いかがですか。いや、やっぱ改めてすごい。なんかこう、なんやろ、名曲すぎてさ、うん、こう改めて聞くってあんまりこうなくなってくるやん、うん、どうこのメロ、ここ。いや、なんかでも最近ラブソングめっちゃ聴いてるんですよ。あら、なんかこう、なんか若者の間でなんかちょっと前にバズってて、なんか数年前にこう竹内涼真さんってわかります？うんうん、あ、テレビでやってたよね。そっからなんかこう友達もカラオケで歌ったり、へえ、いろいろこう TikTok でカバーとか見漁ってるんですけど、もうやっぱりいい曲やな。あ、誰が歌っても、誰が歌ってもいい曲やし、誰が歌ってもいい曲やないですよ。やっぱチャゲヤスやなっていうのは。ああ、そう、いろんな人聞いても、聞いてすっごいな。せやな、せやな、2人やないとって感じするよ、やっぱね。いや、ハーモニーすごいね、うん、このアイラビューコールなかなか出ないよ。うん、こう、ね、粘って粘ってみたいな。閉じ込めて閉じ込めてみたいな。圧かけて圧かけてみたいな感じよね。えげつないわ、やっぱり。ここで転調するしね、まだ。はい、ね。最後、はい。高いわ。これ、え、これどこや？ B まで行くのかな？さあ、B です、B です。そうか、そうか。うん、B4 か。ですね。せやな。うん、あの音圧で出ないよね。絶対無理っすね。ペラッペラなるよね。ペラッペラの B なるよね。ほんまね。こんな重厚な B は出ないよな。イノセントワールドの B じゃなかったっけ？あれも B。そうやね。うん、またちゃうよね。うん、すごいな。イノセントワールドを聞きたいな。アスカさんの。アスカさんの。B の音。爆発してんちゃうんですか？タミオさんもやばかったけどね。ああ、やりました、ね。地声で言ってる、あれ、うん。あれはもうすごかったけど、うん、タミオさんはもう喉強いって感じするわ、俺。うん、持ってるものがこう、うん。もう喉が強いって感じするかな、うん、もう声聞いてて。うん、なんかあの、もう持って生まれた狂犬外野手みたいな感じするかな。うん、新庄みたいな方やん。うん、すごいよな。ちょっともう転調したで。はい、店長呼ぶもう。呼びますか。店長、奥の方が呼んでくる、店長。店長呼んで。いやー、すごいわ、すごいわ、すごいわって言うさ、ヘイビクしそうなの。あんだけ息止めれんのすごいな。だからあんだけ息止めれるのってやっぱり腹圧どんだけ強いんってやっぱり思うけどね、うん、これはやっぱな、トレーニングせなもう無理やもんな。フィジカルの方でもう無理やと思う、ね、あんだけ高いキー感であんだけこう息に負けない我慢できるって、うん、もう室伏か飛鳥さんぐらいしか無理ちゃうかなって思うよね、うん、いかがでしたか、発声含め。発声、いや、今回うん、喉の奥をちょっとこう、そうですね、今日はちょっと行きましたけど、でもやっぱ苦手な部分なんで、自分がどうしてもこう頑張りたいなとは思います。やっぱどうしてもこう気持ちとともに前にこう、そうやね、そうやね、だから前に行かないやつを作るしかないもんね、うん、前に行くことを OK にしていいと思うのよ、うん、だから発声練習してても前に行くのが嫌やから前に行くことを止めたらいけないと思うね、うん、前に5を進めるから後ろにも5を作れると俺は思ってるから、なんかそれってこういろんな考え方でも共通することかなって思うから、3の思い切り差があったら何か3のものがマイナスでくるから、
って思うねやっぱり、うん、ってなった時にアスカさんぐらいの腹圧の強さ持ってたら、まあ、普通の人やったら5までしかいけんと8ぐらいまでいけるわけやんか、うん、ってなった時に8を守れる練習すればいいっていう感じするから、うん、攻めることを弱めたら、うん、結局防御も弱くなると思うから、はい、結局そう声って自分との戦いもあったりするやん、はい、こう出すのと我慢する理性と本能と戦っていくみたいな声ってあると思うけど、特にチャゲヤスで歌ってね、あの聞いて歌ってはる人っていうのはこう出したくなることが多いと思うんで、うん、俺は逆に守る方をずっと強くしていった方が結局5いけるったら納得できるってことやから、うん、なら5やりすぎないやったら3で練習して3正しく弾けといたらいいやんか、で練習したら4にしたらいいし5にしたらいいしっていうトレーニングを俺は積んだらいいのかなってやっぱり思うから、前に出しすぎることを敵にしちゃいけないかな、うん、そんだけ前に出したいっていう思いを逆に尊重してあげて、業を守るにはわしはどうしたらええかっていうことをやっぱ考えていくのが俺は結構成長につながることなんじゃないかなと思う、うん、いや逃げたらあかんってことだよね、うん、戦い続ける、うん、守りも戦うってことだよね、だからそういうところでちょっとやっていけたらいいなと思いました、はいはい、だから今日はちょっとまとめて、やっぱ喉の奥を開けることがいかに大事なことですね、はい、要はギターのボディは大きければ大きいほど鳴るよね、はい、ね、喉がちっちゃいとミニギターになるよね、はい、ということは音量欲しいってなったらストローク強くなるよね、うん、じゃあちっちゃいギターで共鳴するピークのポイントって早いから音が全部潰れていってしまうから、自分のその今の鳴りっていうところを自分の中で理解して、こんだけの出力あったら俺は別にいけるかなっていうところにちょっとこう目付けしておくみたいな感じが結構大事かなと思うから、アスカさん俺の体ってなったら絶対歪むから俺耐えれないから、じゃあ俺の持つスペックでどこまで持ってこれるかっていうところが結構大事なんで、その強くしていく代わりに守る強さをやっぱ上げていくってことが大事かな、うんうん、だからやっぱトレーニングね、やっぱね、はい、が大事だと大事だと思います、はい、でございました、はい、はい、皆さんどうもありがとうございました、YouTube メンバーシップありますので、うん、ぜひご登録くださいませ。この間桑井さんって言ってね、うん、体のスペシャリストの方に、はい、一般公開した後にメンバー限定でちょっと話させてもらって、いろいろその皆さんでチャットでここが調子悪いここが調子悪いってないから、うん、まあ、そこにこうどんな体操したらいいかとか、どこマッサージしたらいいかみたいなところを答えてもらったりしたんですよ、うん、まあ、そういうねなんかこともやってますんで、まあ、いつもの歌分析だけではないね、まあ、なんですか、よく俺のことも分かってもらえるような内容が多いかなと思いますんで、まあ、銀ちゃんもこうちょこちょこゲストで来てもらったりしてますんで、またぜひ遊びに来てください。そしてうち音楽スクールなんで体験レッスンやっております。対面は大阪、リモートはズーム使ってやってますので、歌が上手くなりたい、声質を改善したいね、アスカさんのように歌いたい、どこまで私がサポートできるか分かりませんけど、全力でサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。そして私ライブ8月の16日東京でライブがありますので、まあ、貴重な東京ライブですから、ぜひ遊びに来てください。詳しくはホームページに、ね、津田駅と検索してくださいませ。そしてこの動画のコメントにてリクエスト感想をお待ちしております。動画の高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた来週木曜日夜8時にお会いしましょう。塾長津田駅と凛ちゃんでした。ありがとうございました。鍛えよう、はい。